スライダーこうやって倒して、まあ、こんな感じ。はい、皆さんこんにちは。株式会社8人動画戦略コンサルタント坂田誠です。今日ご紹介するのはね、このおしゃれブレスレットではなく iPad を固定するアタッチメントなんですね。これね、これ結構便利だったんで、これご紹介します。で、iPad で動画撮る人多いですよね。で、三脚はね、あると思います。で、三脚にね、iPad つけるね、こういうアタッチメントが必要なんですけど、スペックコンピューターっていうとこが出してですね、タブレット用三脚穴付きクリップスタンドっていうやつです。実際、ここでね、つけます。ここ三脚つけますと。ここの根元のところでガッとやって、まあ、ここで挟むっていうね、結構強力ですね、ここら辺ね。iPad だけじゃなくて他のね、タブレット系とかもね、全然使えるんですけど、つけてみた感じ、こんな感じです。はい、これがベルボンキューブのね、三脚フルに立った場合です。このスライドダーで、ね、固定します。あとはね、ここに挟むっていうね。実際挟んでこんな感じですけど、まあこれだとね、角度出ないので、でここのね、スライダーこうやって倒して、まあこんな感じ。まあそうするとね、まあ大体直角で取れるという感じです。私が使っている三脚はですね、このベルボンキューブ、これがもう軽い、持ち運びしやすい、しかもかさばらないっていうね、本当に神みたいなね、すっごいいい三脚なんですよ。スペックコンピューターのやつね、さらにそれと相性がいいんです。なんで相性がいいかっていうと、これね、ベルボンキューブのね、実際三脚入れる袋なんですけど、これ、入るんですよ。で、ここにね、ベルボンキューブの三脚入れて、もうここでね、全部一括管理してね、しかもね、入れても軽いっていうね、三脚持てない方はね、ぜひね、この、ベルボンキューブの三脚、の方と合わせてこうね、スペックコンピューターをね、 iPad 用のアタッチメントを買われるとね、これだけで、iPad での動画撮影非常にねスムーズにいくと思います。Amazon で見たらさっき900円ぐらいでした。で、ベルボンキューブの三脚が3600円ぐらいでしたか、まあ4500円とかそんなもんですか。で、買えますので、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。ということで、株式会社8人ではね、動画のビジネス活用、どんどん情報を配信しております。ブログはひらがなで8円で検索してください。YouTube チャンネルも大歓迎です。ぜひ登録お願いします。以上、株式会社8人、動画戦略コンサルタント坂田誠がお送りしました。では。